どうも、朝日でございます。今日はですね、ちょっとあるものをちょっと購入したので、それの紹介動画ではあるんですけれども、その購入したきっかけ、もう実は前ね、マインドマップ、私の考えを書き出した、ただ私が書いてるだけの動画、をアップしたことがあるんですけれども、その中にね、購入するかみたいなことをね、少し記入してたやつがあるんですよ。でそれを買いました。でなんで買ったかというと、そもそもね、今まではアクアリウム中心の動画をしていたので必要なかったんですけれども、私を今前面に出して、今顔出しもして前面に出て動画を配信してるんですけれども、ところがね、びっくりするぐらいチャンネル登録者数が減ってるんですよ、マジで。わからんでもないんですよ、だって言うても、おっさんがいきなり今まで綺麗な動画をこうね、お魚とかの動画をアップしてるのに、いきなりおっさんがドーン出てくれば、チャンネル登録減るんですよ。減る。で、それは前もあって、前も顔出しって言って、マスクして出してたけど、その時もやっぱ減りましたから。もう減る。だから、それを続けてきゃ、どんどん減ってくっていうのは分かってますし、私もいきなりおっさんが出てきたら、もしかしたらやっぱチャンネル登録解除するっていうのも分かりますよ。分かる。それはしょうがないんだけど、そうは言っても、私自身もやっぱちょっと魅力的に映さなきゃいけんなっていうこと で、まずはやっぱ喋り方とかはすぐ変えれるかもしれないけど、喋り方もね、やっぱあんまり良くないかもしれないんで、ちょっと変えたいなって思ってるんだけど、あとは容姿ね、小綺麗に、清潔感があるようにしたいなっていうのと、あと顎とか、鼻とかね、輪郭をシャープにしたり、お腹も出てるからね、だから全体的に痩せたいなっていうのも思いますし、あとはやっぱり写し方なんですよ。で、今まで自撮りってしてこなかったから、自分の顔そんな好きじゃないから、わざわざおっさんの顔をこうピッて撮って、自分もそんな嬉しくないからね、してこなかったんだけど、被写体が自分になるので、自撮りもしなきゃいけないなって思って、でアクアリウムはもうライトがここにあるから、別にこれ自体でライトが必要ではなかったんですよね。むしろ部屋を全体を暗くして撮らないと映っちゃうんですよ、反射した自分が。だから私いつも黒い服着て撮ってるんですよ。ずっと黒い服着て撮ってて、で白い服だとやっぱ反射しちゃうから、めちゃめちゃ映っちゃうんですよ、水槽のガラスに。だからどちらかというと部屋は暗くしてると撮影してたっていう感じなんですよね。ただ今回は私を映さなければいけないじゃないですか。でそうするとライトが必要になってくるんですよね。でそれでね、ちょっと奮発したんですよ。それがこちらになります。ということで、ライト2本どんどん買っちゃいました。やべえ、ガチモン買った。で、ゴドックス SL60W っていう、ライト、LED のビデオライトですね。これを2発、バズーカですね、買っちゃいました。で、一応ね、いろいろ考えたんですよ。で、私も予算があるんで、両方とも中古なんですけれども、これを、1本にするか、まず2本にするか。で、1本だったら、もう1ランクか2ランクぐらい上のものが買えたんですけれども、それはちょっとやめて、どうしてもね、2つ欲しかったんですよ、ライトね、2つ欲しかった。でライティング、私もちょっとカメラ少しやってたんで、ライティングも少し勉強したこともあるんだけれど、やっぱり2
2つ欲しいんですよ、2つ欲しい、うん、どうしてもあのいろいろ調整できないですよ1個だと、うん、だから一応2つ買いました、その代わり、まあ、予算がなかったんで一番下の 60W なんだけど、まあ、そうは言っても私一人じゃないですか被写体が、うん、だからいっぱい広いところでめちゃめちゃ明るくするとかねって言うんじゃないから別に 60W でも全然問題ないかなと。で一応他の YouTube 出してる方も見たんだけれどもめちゃめちゃ明るかったんで、うん、むしろ眩しいみたいな感じだったからまあいいなと、いう感じで2発買っちゃいました。でこれでだよ、これでですよ、これでこのおっさんが綺麗に映るのかどうなのか、美女じゃないんだよおっさん映すためにこれ買ってるからね、うん、ちょっとやってみたいと思います。これちゃんもじゃに怒られるパターンだなマジで、ちょっとこれがないと、ちょっと下げますね。これでマックスじゃないのよ。マックス上げてみるか。片方マックス上げてみます。もう何にも見えや。眩しい眩しい。今ね60、70、80、90。一個はこれ100マックス。わ明る明る。ちょこれはさすがに明るすぎるわ。うん、こっちは一番これでもこれが一番低くてこれだ。すげえな。ちょっと露出変えるか。明る、なんかおっさんが明るく明かりに照らされてますねちょっとこれであのもう少しあの少しセッティング してやってみます。いや今結構ライティング変えましたけどどうすかおっさんの肌が少し良くなりましたこれちょっとおっさんの肌良くなりましたね。あの、まあ、髪型とかおかしいけど、まあ、おっさんの肌が少しあのピンクがかって見えますね。ああすげえな、なんか落ち着かないけどねこれかなり落ち着かないですこれ。すごいっす。で今どうやってるかちょっとこれが正解かどうか分かんないけど、うん、正解かどうか分かんないけど、で1個に関してはこんな感じで、天井に向けて、ライトを照らしています。そのリバウンドしたこの明かりが私に、まあ、降り注いでるって感じで、まあ、基本的にやっぱ太陽って上にあるじゃないですか。だから上からこう降り注ぐ光が自然な方がいいっていうことで、でまあ、直接私に当てちゃうと強すぎるから、まあ、リバウンドして、まあ、柔らかい光で私を照らしてくれると。でしかも部屋全体がちょっと明るくなるっていうか、ちょっとどころじゃねえぐらい明るいけど、まあ、そんな感じですね。でもう一方の明かりがこれ、まあ、距離的にはだいたい50センチぐらいの距離とか結構近いところにあるんだけれども、これもあの一応、ふんわりした光で私を照らしてくれているという状況でございます。はい、ということでライトセッティングし終わりました。どうすか、おっさんの顔が少し綺麗に見えているような気がします。うん、だからライトすげえな。私やっぱなんか健康的な肌というか、うん、色がいいですねめっちゃいい。いやこれすげえな、こういうことか、やっぱこういうことなんだねライトね。まあ、素人がね、まあ、ほぼ初めてな感じでやったけれども、もうなかなか、よく映っているんじゃないでしょうか。あとね、まあ、いろいろなね、撮り方も
あると思うんですよ。ちょっとやってみようかな。なんかあの少し暗くしてやったりね。はい、ちょっと変えてみましたけどどうですかね。うん、まあこういう感じでなんかあの重い雰囲気とかのね話をするときはこういうのがいいかもしれないですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、まあこんな感じでね、まあアクアリウムを中心とはするんですけれども、まあ私のね、いろいろなあの変化っていうのを撮っていこうかと思いますので、あとでちょっと痩せたりね、するかもしれないんで、まあよかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私、朝日でございました。じゃあ。